こんにちは、ゆうほろんです。岐阜の方からファンレターをいただきました。ありがとうございます。早速入れていただきたいと思います。じゃん。ゆうほろんさん、はじめまして、はじめまして。二つ相談があります。突然のことですいません。一つ目、今私は高3で、週2からほとんど毎日死にたいという気持ちがなかなか消えません。そのために自傷をしてしまいます。本当は辞めたいのになかなか辞められません。どうしたら辞められますか？アドバイスがもらえたら嬉しいです。いきなりですいません。二つ目は、今私は不登校なのですが、家族から学校に行けと言われ、とても辛いです。どうしたら辛い気持ちを乗り越えられますか？アドバイスもらえたら嬉しいです。突然のお手紙失礼しました。ということで。はい、ということでね、今高3で、中2からほとんど毎日、ね、死にたいという気持ちがなかなか、4年、5年ぐらいずっとそういう状態なんだね。まあ中2の時に何かね、大きなことがあったのか、もしくはね、前からね、いろいろあって、それがまあ、その、立のって中2の時にね、限界に達しちゃったのかな。まあ、ね、ちょっと辛かったんだね。でね、二つアドバイスをくださいっていうことで、まあ二つ目の方に一つ目の方もね、ちょっとこう、リンクしてくるところがまああるけど、まあその一つ、自傷がね、こう、やめられないっていうことで、まあきっとね、まあね、何があったかね、まあ一応不登校ってことは書いてあったけど、まあそのかね、まあいろいろきっとあったんだろうから、だからすごくね、辛い思いをね、抱えてきたんだろうね。まあその中で、まあ自傷行為を、してね、なんとかこう、耐えてきたんだろうね。まあね、自傷行為をやめたいんだよね。まあきっと、もうね、その、しなくちゃいられないような状態なんだけど、したらしたでね、またそれがこう、ね、一つの辛い要因になっちゃったりしてるんだね。で、やっぱ例えばこれをね、無理やりやめたらとしたら、それはそれでちょっとこう、ね、やっぱこう心配になっちゃうところがあるんだよね。きっとその自傷行為をすることで抑えられている、ね、抑えている部分があると思うからさ、それがね、こう、どうなっちゃうのかっていう心配があるから、だからまあ一つはね、どういったね、ことがあってね、その辛いことがあったんだと思うんだけど、だからそこら辺の気持ちが和らいでいって、少しずつね、いきなりではないかもしれないけど、少しずつね、ちょっとずつその自身の回数であったりとかね、が少しずつこう、減らしていければっていうのがね、まあいいかなと思うんだよね。まあなかなかその辛い何があったかとかさ、そういうのをきっと、こう人に伝えたい、すごく勇気がね、いることだと思うし、こう自分の中でその辛い気持ちを、なんていうかな、ずっと持っておいて、そのままにしておくと、まあ場合によってはそれがなんか自分の中で大きく、時間が経って、なんかこう、ね、小さくなっていくようなイメージがあるかもしれないけど、逆に大きくなっちゃっていってたりすることとかもあるし、だからそういうところでいくとさ、例えばこうまた手紙にね、そういう部分を書いてくれてもいいしさ、あとはそのね、吐き出し用のあのメールアドレスっていうのもちょっと用意しちゃって、まあちょっとあのブログのね、相談に関する記事を見てもらえればまあわかるんだけど、何かこうね、なんかそこにちょっとこう返信するのはちょっと難しいんだけど、なんかこう吐き出したいこととかあったらさ、全部ね、目を通すから読むからさ、なんか本当こういうことが辛くてっていうことをなんかもうたまりにたまったものをこう全部文章にしてね、メールとかでこう伝えてもらってもいいからさ、でその一つ目のね話をちょっと二つ目の方にもちょっとこう持ち込むんだけど、まあ今不登校っていうことで、でその辛い気持ちをどうやったら乗り越えるかね、まあそれは一つ目のそのさ、いろいろこう自傷したりとかそういったところもまあ全部込みだと思うんだよね。まあ今、高3ということで、まあ今年でね、高校を卒業する、まあ年だしね、一応、まあその出席日数とかにもね、関わってくるよね。家族からこう学校に行けと。まあ何かこう学校にね、こう足場運べない、まあ何かあるんでね。俺も、ちょうどその同じだ、高3の時に、学校にどうしてもこう行けない時期がね、俺も実はあってさ。で、今ね、こうどういう風に毎日をね、過ごしてるかわからないけど、部屋にいてずっとどうしようかなって考えてると、なんかどん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 こうなんか悶々としてきて、なんていうのかな、もっと辛くなっちゃう気がするんだよね。なんか家の中で何もしないことも、何もしないでいるのもすごく辛いし、まあ、何かこうなんていうかな、少しでも自分が落ち着けることとかさ、なんか楽しいって思えることが、その部屋の中で何かができるんだったらそれはそれでいいと思うんだけどね。
まあその不登校もね、いつから不登校なのかちょっとわからないけど、部屋にいてどうしたら学校に行けるだろう、学校に行かなきゃいけないなとかっていう風に考えると、結構なんていうか自問自答というか、すごい葛藤して自分を責める時間がね多いと思うんだけど、うん、まあその自傷も不登校もやっぱりこれはあくまで結果なんですよね。うん、なんか自傷するからその自傷が何か問題なんだとかそういうことでもなく、不登校だからなんかその不登校ってことが問題とかじゃなくて、うん、なんで自傷するすに至ったか、なぜ不登校になったか、うん、それはなんでだろうってところが一番大事なところで、うん、そこが一体どうしたら変えられるだろうっていうところだから、まあ、そこら辺でこう吐き出したくなったらさ、うん、なんかまたこう吐き出してもらえたらと思うんだけど、うん、だからちょっとねそこが分かんない部分、なんかねなかなかそうだね、ちょっとアドバイスが難しいところではあるんだけど、ひとまず、ね、少しでも今そのね辛い気持ちがねちょっとでもね減らせれば、うん、そこからやっぱりその辛い気持ちの度合いによってなんかちょっと考え方っていうか、まあポジティブネガティブってとこにも影響してくるから、なんか今までずっとそのさ中学生の時からもう死にたい死にたいっていう気持ちでさ、ずっとこう多分我慢して苦しんできてさ、うん、来た、で多分すごく疲れている今気持ちっていうか、うん、心、うん、だからそれを少しでもこうなんか休めさせられたらと思うんだよね。休めることはできたらと思うんだよね。うん。そのために時間を作ったっていいんじゃないかなと思うんだよね。まあ、それにある程度親御さんの理解も欲しいけど、うん。まあ、そうやってその時間、まあ、日を作って、まあね、その不登校、今もまあ学校休んでるわけだけど、うん。その学校に行ってない、その一日一日を学校に行け、ああ、もう辛いなっていう風に過ごしてしまうと、なかなかね、その、もしそのやっぱりね、きっと高3だから、高3の終わりの方は割とあのどっちかっていうとその今までと比べると生きやすくなるんじゃないかと思うんですよね。うん。だからそのまあ後半に至るまでの期間が多分辛いと思うんだけど、今ね、だそこをまあ一つそのね、再びもし学校に戻るっていう形でのなんかこう助走期間として考えたとすると、今こうどういった風に毎日を過ごしているか分かんないけど、なんかこう学校行くかどうするかっていう、なんか毎日その選択をね迫られてやっぱり行けないっていう風なことがこう連続していたとしたら、もうそこは思い切って今自分の心はすごく疲れてしまっている、うん、だからそこからすごくポジティブに考えるのは難しいし、うん、だからこう、ある程度の期間、うん、まさかに出席日数とかある程度確認した方がいいかもしれないけど、うん、なんかその期間自分のなんか自由に、うん、自分の心を解放するために時間を使おうって考えるのもありだと思うんでね、うん、そういう風に考えるのは決して悪いことではないと俺は思ってます。何かこうね楽しいこととかさ、うん、やりたいこととかこう存分にねそのやることで少しこうなんていうか楽に、もし心がね、うん、少しでも楽になれると、またね自分の中でこう考え方とかがさちょっとずつ変わってきたりするんだよね。だそれで何かさ、まあいろいろ本当に嫌なことたくさんあるんだろうけど、まあ高3もあと残りねわずかだからね、その学校生活高校生活がね、だからその期間でなんとかうまくなんていうかな自分でバランス取っていけたら、まあそれはいいと思うし、やっぱちょっと学校というのはちょっと状況がねわからないからなかなかいろいろ言えないんだけどさ、少しでもその辛い気持ちっていうものをまあ軽くして、まあ軽くなることできっと自分のその考え方とかね少しずつ精神的にもちょっと安定につながると思うからさ、うん、だから今一日一日どう過ごしているかわからないけど、うん、もしその一日一日がなんかこうなんていうかな家族からいろいろ言われ自分でも自分を責めてっていう風にすごく強いも、自分がやりたいこととか楽になれるように時間を使った方が、あの結果的になんか遠回りのように感じる方もいるかもしれないけど、結果的にその方が、まあ、自分の精神状態も、うん、まあ、どっちかというとやっぱりいい方向に向かうんじゃないかと思うんで、なんかそういう風に時間をなんか使えないかなっていう風にねちょっと考えてみたらどうかなと思います。まあきっとねおそらくすごくこう溜め込んでる、まあ、ストレスとかさ嫌な思いかなり溜まってるんじゃないかと思うんですよね。だからまあ一度その辺ね、まあお手紙でもね、まあその吐き出し用のメールの方でもね、まあ吐き出してもら
うんうん、吐き出せるようだったら、うん、吐き出すのも、まあ、一つね、大事な方法かな。決してさ、否定したりしないからさ。はい、ということでお手紙でございます。ね、やっぱこう、自傷を抑えたりとか、学校に行くっていうことが、まあ、問題解決ではないからね。うん。やっぱりその、自傷に至った原因、不登校になった原因、うん。そこがね、そこが何かちょっとね、わからない、うん、ところなんだけど、うん。やっぱりそこがね、どうしたらこう、変えられるかというか、うん、どうね、権利をつけていけるかっていうところだからさ、うん。だからそういう部分で、ね、こう、もしかしたらすごくこう、緊急性があるのかもしれないし、すごく大きなことをね、大きなものを抱えてきたのかもしれないからさ、うん。だからそういうところで、ね、やっぱり一人で抱えきっていくのは難しいでも、それはすごくそれがね、辛いんだと思うからさ、うん。だからそういうところはどんどんこう、ね、周りに助けを求めてほしいなって、うん、思います。うん。ということで、ゆうゆう本でしまいまいありがとう。チャンネル登録お願いします。